はい、皆様こんばんは。仏教史学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はこういう検証をしてみたいと思います。日蓮真筆あるいは義筆、大石寺発祖書者の曼荼羅、紙服、ギター、常住御本尊、道士本尊、特別片木本尊の検証という検証をしてみたいと思います。この仏教修学研究会の公式チャンネルは日蓮宗宗とか創価学会の関係者の方だけではなくてですね、まあ多宗派の方とかですね、まあ結構いろんな方がご覧になっていらっしゃいます。で、まあ結局いろんな日蓮宗宗の本尊のこととかですね、いろんなことを検証していくと、こういう本尊のこととかがやっぱりいろいろ出てくるわけですよね。そうするとまあ大石寺の信者の方とか、あるいは創価学会とか検証会の方は、まあ本尊のことは知ってるかもわからないですけど、多宗派の方はまあ大石寺とか、まあ日蓮宗宗の曼荼羅本尊がどうなってるかってことは、まあご存じない方が多いわけですよね。はい、あるいはまあこの仏教修学研究会のチャンネルに来ていらっしゃる創価学会の方とかですね、あるいは日蓮宗宗の方は、まあ自分が拝んでる片木本尊は知ってるけれども、まあ他の道士本尊とか常住本尊は全然知らないという方もいらっしゃいますんで、まあいろんなこの日蓮宗宗創価学会検証会の検証をしていく上で、やはりこの本尊のことをしっかり押さえておくっていうことは大事なことでございますんで、まあ、今回はこういう検証をしてみたいというふうに思うわけでございます。前回の動画でですね、まあ、例えば創価学会は日蓮真筆の曼荼羅を一つも持っていないという検証をしましたですけれども、まあやはりですね、この日蓮を宗祖とする宗派、あるいは教団ではやはりね、その日蓮真筆の曼荼羅っていうのは一つの権威としてあるわけですよね。はい。で、その日蓮真筆の曼荼羅っていうのはどういうものなのかということなんですけれども、まあこれ見てはっきりまあわかるわけですね。独特の筆致があって、南無妙法蓮華経日蓮の下に日蓮直筆の顔をですね、書き版が書いてあるわけですよね。はい。で、大石寺発祖書者の曼荼羅は、その南無妙法蓮華経の下は日蓮在御版とか日蓮御版とか、日蓮花王とか日蓮聖人御版とかっていうようなことが書いてあるわけです。まあ、近年の発祖の書者した、曼荼羅本尊はもうほとんど日蓮在御版というふうに書いてあるわけでございまして、大石寺旧世日中が偽作した偽書本尊七花僧帖には日蓮在御版と着々代々と書くべしという書いてあるんですね。はい、まあこれ日蓮があたかも書いたかのように詐称してるわけですけれども、まあとにかくその日蓮在御版と書けというふうに書いてあります。はい、それで、まず、日蓮真筆の曼荼羅をお見せしたいと思います。これがですね、もう有名でございます。保田妙本寺にあります、万年供養の大本尊でございます。これ、文永年間に、日蓮が図見した曼荼羅でございまして、こうやって日蓮とこの顔、書き版がですね、これが書き版ですね。これ日蓮のものが、こうやってもう離れてるわけですね。はい。こうやって、この文永期に図見した曼荼羅はこういうふうになっているわけでございます。はい、続きまして、建治2年の曼荼羅ですね。はい。これは西山本門寺にある曼荼羅でございます。はい。で、建治の頃に書いた日蓮の曼荼羅っていうのはこの、南無妙法蓮華経と書き版と日蓮の文字がだいぶ接近してくるわけですよね。はい。こういうふうになってきております。はい。こういう、まあ、特色があるわけでございます。はい。で、これが公安期になるとどうなるかっていうとですね、まあ、こんなふうな感じでございます。はい。
この南無妙法蓮華経の下に日蓮がというふうに書いてあって、もうその書き版がこういうふうにですね、もうほとんど日蓮の文字とかぶる感じに書いてあります。これは沼津の妙海寺にある曼荼羅本尊でございます。続きまして鎌倉妙本寺にあります、これは有名な曼荼羅ですね、臨滅土寺の曼荼羅本尊でございます。はい、これも南無妙法蓮華経が中央にあって、その下に日蓮、そして書き版がもう日蓮の文字とほぼかぶるような感じで書いてあります。こんな感じなんですよね。はい、でこれがいわゆる日蓮の真筆の曼荼羅本尊でございまして、まあいろいろ鑑定されまして、今現在まあ130体、まあ140体近く残っているということになっているわけでございます。それでですね、日蓮の義筆、まあいや、まあこの仏教修学研究会にも義作というふうに呼んでますね。義作の曼荼羅というのは、これは日蓮以外の人物が日蓮室に似せて、日蓮真筆を詐称している曼荼羅本尊ということですね。はい。で、その代表的なものが、大石寺の階段の大本尊であるということでございます。はい。で、階段の大本尊はどういうふうになってるかっていうと、はい、これが階段の大本尊の写真でございますね。これは大正の初め頃に撮影された階段の大本尊の写真でございます。まあ、こうやって、南無妙法蓮華経と書いてあって、日蓮と書いてあって、この日蓮の書き版がほぼ被るように書いてあると。で、あと、まあ、四天王とか書いてある、いろいろあるわけですね。はい。で、まあ、これ、板曼荼羅であります。はい。それで、まあ、こういうふうにですね、日蓮の船に似せて、書いてあるわけですよね。はい。先ほどのですね、弘安期の日蓮の書いた曼荼羅と比較すると、要するにこうやって似せて書いてあることがよくわかると思いますね。はい。はい。こんな感じで、非常によく似せて書いてあると。はい。いうことでございます。はい。それでですね、先ほどお見せしました、階段の大本尊は大石寺旧世日中の義作であるというのは、もう、この仏教神学研究会でも何度も検証してきておりますね。はい。で、まあ、階段の大本尊は大石寺旧世日中の義作であるわけですが、これに反論ができなくなった日蓮宗宗の信者さんの一部がですね、これは階段の大本尊は、その、大石寺旧世日中が増留した曼荼羅には違いないんだから、日中の曼荼羅本尊として拝みますなんて言ってる人がいるんですよ。違うだろって話でしょ、ね、あのね、これ、階段の大本尊は、日中の義作ですけれども、大石寺旧世日中の曼荼羅本尊じゃないんですよ。はい。まあ、歴代法師の所持した曼荼羅ってことはあるわけですけれども、これは例えば、大石66世、細井日達法師が所持した曼荼羅です。で、こうやって南無妙法蓮華経、日蓮と書いて、在五飯って書いてあるわけですね。はい。で、ここに、所持した人の曼荼羅が書いてあるわけですよ。はい。だから、法師が所持した曼荼羅だと、ここは日蓮の書き版じゃなくて、在五飯って書いてあるわけですよね。はい。だから、日曜が増留したから、日曜の本尊だなんて、拝んでるってちょっとね、ちょっと抜けてますね、言ってることがね。はい。はい、ということで、この曼荼羅本尊の真筆とか義筆の問題、義作の問題っていうのは、まあ、この日蓮を宗祖とする宗派、特に、この大石寺とか富士門流の独特の問題なんですよ。この仏像を本尊とする宗派では、まあ、こういう問題ってのは起こり得ない問題なんですね。はい。なんでかっていうと、この、誰が彫刻してもですね、まあ、大体これ仏師が彫刻するんですけども、彫刻しても、開眼したらば、それは全て本尊なんですよ。はい。だから、まあ、基本的にそういうふうになりますね。まあ、ただし、まあ、例外もあるってありますよ。はい。例えば、比叡山延暦寺。
まあ、天台宗の総本山ですね、比叡山延暦で根本中道の秘仏である薬師如来像というのは、中祖の伝教大師最澄が自分でその彫刻したその薬師如来像だというふうに、まあ、天台宗では言ってますよね。はい、だからまあそれはまあその伝教大師がその自分でその彫刻したということをまあ言ってまあ権威づけてるわけですけれども、ただ天台宗の中でその偽作、この薬師如来像の偽作本尊というのはまあ聞いたことないですね。ただその前立本尊というのはその大寿司の前に立ってますけどね。だから前立はまた偽作とは違いますんで、はい、仏像を本尊とする宗派ではこういうですね、神筆とか偽筆の問題というのはまあ起こり得ない問題であるということですね。はい。で、大石寺法師が書写した曼荼羅、特にその大石寺旧世日宇以降の法師が書写した曼荼羅っていうのは、まあこれすべて戒壇の大本尊を書写した曼荼羅だというふうに、日蓮宗宗では称しておりますね。だからその大石寺旧世日宇以降の法師が書写したその曼荼羅本尊が祀られているところ、もうすなわちその日蓮宗宗の寺院あるいは信徒のお宅ですね、あるいはもう創価学会の常住本尊、これはもう紙の本尊と板の本尊がありますね、それから創価学会の会館に祀られている本尊、それから創価学会に宅の本尊、これ日刊本尊も含めてです。はい。それから検証会の本部、それから検証会の会館、それから昇進会の寺院に祀られているこの曼荼羅本尊は全て大石寺法師が創作した曼荼羅本尊で、その中に常住本尊とか特別片木本尊とか、片木本尊があるというわけでございます。それでですね、その片木本尊、特別片木本尊、守り本尊、常住本尊というのはどういうものかということをですね、ちょっと検証をしてみたいと思います。まず最初がですね、この片木本尊というものですね。はい。これは一番多いんですよ。この片木っていうのは、その版木とかいう意味で、要するに印刷した本尊って意味なんですよ。はい。要するに、ホスト直筆じゃないって意味ですね。はい。で、もう入信した信者は、もうこの片木本尊を祀って、その、新人を始めるということなんですよ。まあ一般信徒はもう大体片木本尊が多いんですよね。はい。で、その片木本尊はどういうふうになってるかっていうのをお見せしたいと思います。はい、これでございますね。で、この右側の曼荼羅本尊が、これは今の68世日如が著者した曼荼羅でございますね。はい。それから左側ですね。はい、これは前の法師、大石寺67世日顕法師が著者したこの片木本尊でございます。はい。はい。それから、これは、その前の大石寺66世、細井日達法師が著者した曼荼羅本尊でございます。はい。まあ、こんな感じでなってますね。はい。だから、もう、見るからにわかるわけですね。こう、南明五蓮華経日蓮とかって、第五版って書いてあるわけですから。はい。こんな感じでございます。続きましてはですね、特別片木本尊というのがありますね。これはですね、先ほどの片木本尊と、まあ書いてある内容は同じなんですけれど、大きさが一回り大きいんですよね。はい。で、もう戦前の時代、まあ1940年代ぐらいまでは、昔はですね、その片木本尊をまあ従事して、まあ新人を始めて、だん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 その、信仰生活が長くなっていくと、片木本尊から、その常住本尊というふうに上がっていったんですが、その後ですね、その信徒数が増加してですね、片木本尊から常住本尊じゃなくて、片木本尊から特別片木本尊に上がって、それで常住本尊へと、その、いうふうに、この、上がる順番が変更になったんですよ。はい。で、この特別片木本尊っていうのはどういう人が持ってるかっていうと、もうほとんどです。これはもう、法華経の地区幹部ぐらいが、もう持ってますね。はい。で、もう、どん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 、カフしてるんですよ。はい。で、周宗和合時代でもですね、かつてはもう創価学会の地区幹部ぐらいでも、もう、
この特別型に本尊をもらっていたということでございます。はい。続きましてですね、この守り本尊というのがありますね。で、この守り本尊というのはもうカプセルに入るくらいのこのちっちゃい本尊なんですよね。はい。これはまあ、どっか外出した時に、祀って、そこでなんかその権限をするというふうな趣旨の曼荼羅本尊でございましてね。もうこれも、まあ、法華経の幹部からもう一般信徒まで結構この守り本尊を持ってる人多いですね。はい。まあ、宗祖暗号時代はもう創価学会の幹部グラスはもう守り本尊を持っていたということでございます。はい。で、その守り本尊をちょっとお見せしたいと思います。はい。これがですね、体積で66世細井日達法師が著者した守り本尊でありまして、まあ、小さいんで、こうやって、10回の勘定されてるのが省略されてる部分がありますね。例えば、四大天皇っていうのはもう省略されてます。それから、仏滅三門も、なんかですね、省略されて載ってるわけですよ。はい。こんな感じで、省略、略式の曼荼羅本尊というふうになっております。はい。続きましてはですね、常住本尊ですね。で、常住本尊も二つありまして、その、紙の本尊。まあ、掛け軸式でですね、こうやってぐーっとこう巻いていくこういうですね、掛け軸式になっている、その、本尊と、まあ、板の本尊と二つあるんですけどね。その、掛け軸式の常住本尊、紙の本尊ですけれども、これはですね、末寺の壮大、あるいは法華経の高等なんかが今持っていると、カフされているということでございます。で、かつて宗祖暗号時代は創価学会の幹部などは、もうこの、みんなその紙の本尊、常住本尊を持っているわけでございます。あるいは、明神公、今、検証会の浅井松永、浅井神兵衛親子もこの常住本尊を持っているということでございます。で、これは、常住本尊ってことになると、これがですね、体積で干すの直筆なんですよ。はい。紙の曼荼羅で、その、筆でですね、体積で干すが直筆で、こう、書いた、曼荼羅本尊でございまして、左肩のですね、これを授与するの下に願主名が入ってるんですよ。はい。じゃあ、これはどういう本尊かっていうのをお見せしたいと思います。はい。これが常住本尊のことですね。はい。これ、両方ともですね、体積地60世日会の曼荼羅でございます。はい。で、これはですね、これを授与すると、ここですね、左肩のところに載ってる。この下に、その、授与した相手の名前が載ってるんですよ。この場合、僧侶の名前が書いてありますね。で、こちらは、同じく、体積で60世日会の、常住本尊でありまして、これを授与するの下に、この子は、どこだこれ。蓮華寺、大阪の蓮華寺ですね。蓮華寺の信者さんの名前が書いてありますね。はい。これが、いわゆる常住本尊でございます。で、この常住本尊は、宗祖和合時代も、創価学会の幹部に、もう皆さん、授与されていて、もう池田名誉会長も、秋谷と、会長とかですね、ああいった大幹部はみんな持ってるんですよ。はい。で、この、例えば池田名誉会長に授与された曼荼羅常住本尊には、その池田名誉会長の名前が入ってるわけですよね。で、今も、創価学会の幹部はこの常住本尊を拝んでいるというふうに言われてますね。はい。はい、続きましてはですね、常住板本尊でございます。これは、紙の本尊じゃなくて、この板曼荼羅、板でできてるわけですね。で、これはね、位牌式に立ってる。つまり位牌がこう立ってますね。ああいう感じで、その立ってるわけでございます。で、これも写真でお見せしたいと思います。はい、これがですね、常住板本尊でございます。で、こういうふうに、まあ、土台がありまして、こうやって、この、板の曼荼羅が、こうやって立ってるわけですね。はい。で、これを授与するの下に、その、ここは信者名が書いてありますんで、これは体積地48世日領の
いた本山でございまして、もう江戸時代の頃からこの神社にですね、この板曼荼羅を家父していたわけですね。はい。だこれ日蓮宗主の寺院の板曼荼羅もこれと同じような感じでこうやって立って祀られているということでございます。はい。でこの上住板本尊は今どこに祀られているかっていうと、日蓮宗主の寺院、それから法華経連合会幹部宅の本尊がもう上住板本尊であると。で、これも大石寺法師の直筆で、この左肩の、これを住所の下に願書名が入っているわけですね。はい。で、先ほどお見せした、その、板本尊も、これですね。はい。この、これを住所の下に、この名前が入っているわけです。こういう感じですね。はい。はい。続きましてはですね、葬儀の時に使う道地本尊というのがあるんですよ。で、これは、お葬式の時に、その、祀るんですよね。で、この道地本尊は、今までお見せしたその日々の信仰の本尊と違ってまして、その十階の環状の中に閻魔法王と五道明観が入っていることで、誠に有名でございます。で、この曼荼羅本尊もお見せしたいと思います。はい、これがですね、道地本尊ですね。はい。で、ここに、これを住所の下に、願書名と名前が入ってますね。これ僧侶の名前が入ってます。はい。そして、この右肩にはですね、即身成仏の印紋なりっていうふうに書いてます。この元統二世のためっていうところにですね、即身成仏の印紋なりという文字が入ってます。はい。そして、ここのところですね、十階の環状のところに、閻魔法王、そして、こちらに五道明観というふうに、こういうふうに入ってるわけですね。はい。これが、いわゆる、この、道地本尊でございます。これで、この道地本尊は、前の動画でも検証しましたけれども、日中建議僧の僧儀、いわゆるこの僧侶の僧儀、それから、持続の僧儀、それから、法華経連合会委員長の僧儀ではですね、この道士の僧侶の、背中に、その、祀る、本尊であるということですね。で、そう言うと、なんかよくわからないので、また、写真をお見せしたいと思います。はい。これがですね、日蓮宗主の寺院で行われました、この僧侶のお葬式の時の写真でございまして、これが、これ座ってるのが、道士の日蓮法師ですね。で、この対面のここに棺が置かれていて、この位牌が置かれてるわけですよ。で、曼荼羅本尊はどこにあるかというと、この背中、この道士の背中に祀られてるということなんですよ。はい。で、参拝者はこうやって向かい合って座ってますね。はい。で、ちょっと分かりやすい写真があるんですけど、これは67世日蓮法師のお葬式の時の写真ですね。その本葬の時です。で、ここに、その日蓮法師のそのお骨が祀られて、ここが道士席なんですよね。で、こうやって、その、お骨に向かって、その、お経を上げるわけですよ。で、その道士の後ろから、これですね。ここのところに、その、四万荼羅が祀られるということでございます。はい。まあ、これはですね、日蓮宗主の場合は、そういうふうになっているということでございますが、じゃあ、創価学会の場合はどうかと言いますと、まず、片木本尊。片木本尊は、まあ、今はですね、上円寺の大石寺二十六世。日観の片木本尊、いわゆる印刷の本尊ですね。はい。これを、まあ、片木本尊として一般信徒の宅にお祭りされていると。まあ、一部ではですね、まあ、今でも、その、大石寺66世の日達法師の曼荼羅を祀っているお宅も、まあ、あるというふうに聞いておりますね。はい。で、片木本尊の次が、その、特僧本尊というものになりまして、これは、その、日観片木本尊を一回り大きくした片木本尊ですね。はい。で、日蓮宗主の、この、特別片木本尊に該当するものでございます。で、まあ、その片木本尊も特僧本尊も、その、日観本尊であることに変わりはないんですよ。はい。で、ちょっと、日観本尊をちょっとお見せしたいと思います。はい。これが、その、今、創価学会のお宅に祀られている日観本尊でございます。はい。
で、まあ大きさが違うだけなんですよね。はい、片桐本山と特捜本山、これよりもちょっとすっと回り大きくしただけのものがその特捜本山ということでございます。特捜本山の上がですね、特別特捜本山といいまして、日韓特捜本山をさらに一回り大きくした型に印刷の本尊でありまして、これは創価学会の幹部、創価学会会館の本尊がこれに、が祀られているということですね。で、まあこれが今その日蓮宗宗の成就本尊に該当する本尊というふうにされております。はい、で、まあこれも中身はですね、その日韓の先ほどの片桐本尊とか特捜本尊の日韓本尊もまた大きくしただけですから、書いてあることは全然変わりないですね。はい、で続いては守り本尊というのがありまして、これもですね、あの日韓片桐本尊を今度はちょっと小型化したものですね。はい、これがその守り本尊ということで、これも創価学会の人が持っている本尊でございます。はい、まあこういうふうに、まあ創価学会の場合はなってるんですが、まあこれもですね、前の動画で検証しました。成就本尊が今下布されないんですよね。でその左肩のこれを授与するの下に願書名が入るこのホス直筆の本尊、これが今もらえないわけなんですよね。はい、だからその前回の検証でやりましたけれども、創価学会は創価学会主導の和解に持ち込んでですね、もう日蓮宗宗を支配下に置いて、それでこの成就本尊を下布させようとしていると、まあこういうことをですね考えているという検証をした次第でございましたですね。はい、まあこんな感じでですね、日蓮宗宗と創価学会の本尊はまあこんな感じになっているわけでございますね。はい、それで、まあ日蓮の真筆の曼荼羅が一番その権威があるわけなんですよ。はい、でもう数も限られてますからね。はい、でまあ創価学会としてはその真筆の曼荼羅といったらですね、まあ今更ね、多山の真筆の曼荼羅を拝むってわけにいかないわけですよね。はい、まあ真筆の曼荼羅って言ったらもう創価学会にとってはもう階段の大本尊しかないということになります。実はこの階段の大本尊って真筆じゃないんですけどね、太石寺九世二中の偽作ですよ。はい、偽作だけども、まあ創価学会としてはもう今さらその偽作とは言えない。そしてもう階段の大本尊を最後そこにもう真筆の本尊だったらもうこれを頼っていくしかないんですよね。はい、ということで、もうこれをなんかでかい調査するとかですね、まあそういうことを考えてるんではないかという検証を、まあ、前回の動画でした次第でございました。はい、ということで、今回の動画はここで締めくくりたいと思います。はい、ご覧になられました皆様どのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。